LED のランプですね。ちょっとね、形が変わってる感じで、こういう形してるんですね。珍しいですよね。あ、ここにね、磁石ついてますね。これね、キャンプなんかする人いいかもしれないですよね。あと私こう普通のね、あのハンディライトっていうんですかね、 LED の持ってるんですけど、あれだとどうしてもこう一箇所にね、そんな広い範囲照らせないんで、これ作業するときにねいいかなと思ったんですよ。吊るしたりとか、まあ、ここでこうねなんかつくらしいんで、ちょっと電気消してみますね。結構ね、あの広範囲に広がる光ですね、やっぱりね。一箇所にこう集中して当てるんじゃなくてね、こう広い範囲で明るくしますね、これは。あ、これいいですね。で、こう後ろ取ると、ここにね、この USB で充電できるんです。あのね、明るいですね、はい、LED があのすごい数入ってます。こんなこれ多分カメラ向けちゃうと光で見えないと思うんですけど、これだけの LED 入ってますからね。持ちやすいですしね。あ、これはね、いいと思います。今磁石でピタッとこう真横でもうつきましたね。あ、これいいですね。あの私バイクの整備とか車の整備の時にちょっと使おうかと思いまして、普通のねハンディライターだとずっと持ってないといけないのもあったんで、これだったら置いたり吊るしたり、出たここでこうもできるかなと思ったんですよ。やっぱりできますね。これすごい便利だと思います。おすすめです。どうも見ていただいてありがとうございました。